日清母なる天白川、私を育ててくれた。私の母なる天白川、私はこよなく愛します。川太鼓の昔から歴史を刻んで流れてる。今も昔も変わりなく川は流れて伊勢湾へ。人と魚が共生し、生き物増える天白川。この楽しみ夢に見て、天白川で楽しみたい。平野を生んだ天白川、水が命の米作り。鮎も泳いだ天白川、人の命を育んで。ひねりの時は神頼み、おたどさんに雨乞いし。水が力の水車小屋、洗濯するのも川の水。人と魚が共生し、生き物見え増える天白川。この楽しみ夢に見て、天白川で楽しみたい。だけど変わった川の中、川の命は終わりかけ。生き物たちは生き絶えられ、ようやく気づいた日清人。一度壊れた環境はそう簡単には戻らない。立ち上がったら楽しみたい。そして未来は生き生きと、人と魚が共生し、生き物増える天白川。この楽しみ夢に見て、天白川で楽しみたい。稲荷山ですね。さっきね、井上さんが歌ってくださってね、はい、もう1年以内にもう木を伐採して山もですね、ほぼ平らになっちゃうということなんですけど、ローソンという折戸の振動にですね、はい、ローソンがあるんですけど、はい、ローソンから、西に向かって左側の方にね、はい、山が今あるんです。それが稲荷山なんです。あ、はい、昔はね、ちゃんと祠があってね、はい、こうお参りっていうかね、こういうなんか山で、まあ、僕は折戸でずっと生まれてね、はい、ずっと稲荷山を見て、はい、まあ、僕よりも多分10万年とか100万年とか前からね、はい、多分山あったと思うんですけど、まあ、稲荷山で育ったなみたいな、本当にこう残念だなと、なくなってしまうのが。そうですね。なくなってあそこ平らになって何になるんですか？住宅ですね。あ、住宅、はい、へえ。で、総会っていうのがね、ずっと稲荷山の実行委員会からね、やられてるんですけど、その区画整理をね、はい、でこの前委任状を僕に役員が取りに来たんですよ、はい、すいません委任はできませんということで僕は断られてね、反対運動とかやろうとは思ってないんですけど、はい、ということで景色が変わりますね。変わりますね。残念ですね。ありがとうございました。間野健一さんでした。ありがとうございました。
よろしいでしょうか。もう終わったんですよね。終わって今ホッとされて、皆さんご存知ですか、佐藤千恵子さんの作品展先週までありました。はい、上で、まあ、こういう絵本を書かれている方で、寄付、ああ愛知県友の会に、すごいですね、寄付がありました。今日ありがとうございました。ありがとうございました。10月ぐらいに何か紙芝居をしていただけるっていう、作っていただいて、紙芝居は愛知県友の会がされるということですか。10月にはイベントがあるので、皆さんぜひその時もお越しくださいませ。私のことなんですが、2月に愛知県友の会に入会しました。最初は作業のお手伝いをするつもりはなかったんですけど、今ね、もう本当に毎週木曜日時間があるときには必ず参加させていただいて、作業をお手伝いしてするようになってから愛知県に愛着が湧いてきまして、今日の愛知県の歌ですか、あれは前野健吾さんが作られたんですか。作詞作曲、作詞は、あ、作詞は違うんですか。だけどいいですよね、もう本当に本当なんか稲荷山を今日知ったんですが、日清でいいところなんですね。日清、私はお嫁と同時にこちらに来たんですが、京都からこちらの日清に40年以上住んでたんですが、日清は好きになってたんですが、40年でも愛知県の良さとか、その稲荷山ですか、稲荷山の良さとか、折戸川の蛍とか、その何も知らなくって、今年に入って一気にそういう情報が入ってきて、今本当に日清っていいところだなって思えるようになりました。鳥みたいの皆様の演奏、皆さんどうでした？私胸がいっぱいになったんですけど、いかがでした？小林美恵子さん、素敵でしたよね。ああいう本当に愛知県に愛が感じられる歌詞、私も覚えたいなと思いまして、先日歌詞カードを送ってもらってきたんですが、皆さん一緒に覚えましょうよ、愛知県の歌を。はい、モードディーズ個人的、はい、そしたらどれみたいの藤田さん、ちょっと前に出てきてもらっていいですか。すみません、はじめまして、よろしくお願いします。ちょっとお聞きをいいですか、ちょっとお聞きしていいですか。どれみたいは結成何年でしょうか。
地沢さんが始められた本当の一番初めは多分その週その前後で2012、3年ぐらいから始めたんですよ。ドレンガイって名前をつけて施設でこう始めたのはちょうどそのサーブだということで、あの休業中今え復活は再開はいつです、いつご予定でしょうか。え、バツ伊豆原さん、リーダーの伊豆原さんいいんですか。バツだそうですよ。寂しいですよ。私まだあのお目にか今日初めてお目にかかったんですが、ドレミ会の中ではまだ皆さんの前では演奏はお聞きしてないので、また聞かせてください。すみませんでした、ありがとうございました。あ、できました。はい、それではオールディーです。I'm not afraid.
를 주니만